写真を撮り始めたのは、大学生の時に、絵を描いていて、それを記録するために友達の一眼レフカメラを借りて、その絵を撮り始めたのがきっかけなんですよ。僕の場合はメインがスケートボードの写真なんで、カメラは元よりなんですけど、まずスケートボードがあった方がいいですね。スケートボードを僕もやってるっていう立場から一緒にコミュニケーションしたりとか、もちろんビデオとか写真とかってある程度主張が必要だと思ってるんですけど、僕らの主張を通すだけじゃなくて、スケーターがまあやりたいっていう気分をいかに持っていけるかっていうか、彼らが表現していることを僕らがキャプチャーするっていう前提って考えてるんで、まあ、気持ちよくやってくれることっていうのが大事ですかね。まあ写真を撮り続けてるっていうのはねあるんですけど、なんかその写真がもうちょい作品として自立してくれてるといいなっていうのを、いろんな形で思ってます。それは分かんないですけど、ひょっとしたら作品そのものが買ってもらえるようになるかもしれないし、自分でなんか例えばですけど SB みたいなメディアを持ってるかもしれないし、ちょっとまだ分からないんですけど、いろいろ仕込んではいるって感じですね。